今日はね、ちょっとハサミの説明しまして、はい、このハサミ、ほらギザギザ、これはカットするのとすきばさみを一緒にやります。ザブ、直近ザクザク、直近ザクザク、長さと量を減らします。はい、でこれ間ギザギザで間が空いてます。これは髪の毛の根元に入れます。だら髪が立ち上がります。スコーンってスコーンって立ちます。はい、これこれ今の若い子に使います。これキューってやったり、キューってすいたり、キューってやったり、遊んじゃってます。これがほんのちょっとスケバさんです。髪の量の少ない人に使います。デューこれはほぼ髪の毛剥げちゃいます。このハサミ一発で飛んじゃいます。さよならこれめちゃくちゃお気に入りのハサミです。かなり長いこと使ってます。これ実は女用のハサミです。それを使ってます。なぜかというとセクシー系です。はいはいはい。でこれはピンクでちょん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 止めちゃいます。止めちゃいます。この結構カラフルでいろんな色があります。はいはいはい。あとおくし、おくし、これ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 をまずここの小指を直線に当ててジュワーって切ったらあげちゃいます。あげんの、あげちゃいます。どんどんあげちゃいます。さよなら、グッバイフレン。あ、見て、いいわ。で、これは細い細ぐし、まあ、あの髪の毛のない人に使います。じゃあジョコ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 、これ結構難しいよね。実は誰でもできる。超の頭すごい。よろしくです。終わりました。終了。終了。はい。